今回紹介する作品は時をかける少女です。この作品は筒井康隆原作、奥寺さと子脚本、細田守監督、仲里依紗、石田拓也などが声の出演をしたアニメ映画です。日本では2006年に公開されました。日本の他にもアメリカや韓国など5カ国で公開されました。あなたはもし過去に戻れるとすれば、いつ、そして何をしに戻りたいですか？この作品の主人公、今野誠は踏切事故をきっかけにタイムリープ、時間の移動ですね、これができることに気づきます。些細なことにタイムリープを使っていく誠なんですが、徐々に人間関係が変化してしまっていることに気づきます。そんな誠がある時こんなセリフを喋ります。大切な話をしていたのになかったことにしちゃったんだ。誠は仲のいい男の子から告白されたことを戸惑ってしまって、タイムリープでなかったことに しようとしてしまうんですね。それに対して言ったセリフです。僕もよくなんであんなこと言っちゃったんだろうとか、なんであの時ちゃんと向き合うことができなかったんだろうっていう後悔をよくしてしまいます。未だに後悔の連続だったりもします。この物語の主人公はタイムリープという形でやり直すことができました。でもやり直したらやり直したで、またいろんな歪みも出てきていました。でも僕らがタイムリープを使うことはできないんです。やり直すことはできないんです。だからこそ、どんな過去もしっかり自分の中に持って今を生きること、そして過去からちゃんと未来を作っていくこと、これが大事なんじゃないかなって思います。この作品は誰かのために何かをやるって一体何なんだろうってことを考えさせてくれる作品です。キュンと締め付けられるようなシーンもたくさんあります。皆さん、ぜひ一度ご覧ください。それではさようなら。